バンキッシュランは日本の競争場、シュボバ。主なカチクラは2016年の青馬賞。2013年3月18日、北海道千歳市の八代大ファームで誕生。同年のセレクトセール島斎場市場で、島川高也によって1億9000万円で落成された。これは、アゼリの2013の2億4000万円。 アルペンサの2013の2億3000万円に次ぐ、この日3番目の高額であった。しかし、ヤシロ大ファームでの育成中では、父の産句としては珍しく歩きに、硬さを見せることもあり、デビューの段階でもスタッフは、本場の能力に対して、半信半疑の気持ちだったという。7月26日の新馬戦でデビューするが、単勝1.4倍の圧倒的人気に応えられず2着となる。 年内は未勝利戦を2回走って3着、2着と勝ちきれない競馬が続いた。4戦目となった未勝利戦で待望の初勝利を挙げる。この頃からスタッフに走りのフォームや馬体が一変した。こんなに変わる馬も珍しいと評されるほど急激な成長を見せる。続く3歳500万下では、 圧倒的一番人気の両結馬レーバテンを首させり落とすも、直線で外側に車高して、同馬の進路を妨害したとして2着に降着となった。仕切り直しの一戦となったザレア賞では、直線で内へ持たれながらも、順カンとの追い比べを首させして2勝目を挙げた。青馬賞では、ミルコデムーロが、起乗停止となったため、内田博之と初コンビを組んだ。 レースは1000メートルから2200メートル地点がすべて11秒台という底力を要求される流れとなり直線で一気に先行馬を捉えて抜け出すと追い込んできたレッドエルディストに一馬身1、4差をつけて重賞発制覇を果たし東京優春の優先出走計を獲得した勝ち時計2分24秒には同レースの歴代2位となる高時計だった この年のクラシックは、サツキショーがレコード決着となり、別路線組からもスマートオーディニア、本場が前哨戦で強い勝ち方を見せたため、東京優秀は戦前から空前のハイレベルと評されて、注目を集めていた。人気では、サツキショー4着のエアスピヌルより、上の6番人気に支持されたが、追ってから前走ほどの伸びがなく、13着に沈んだ。その後は、 公僕に出されていたが、8月3日に右前足屈権炎が判明。症状は軽度と診断され、翌年が秋以降の復帰を目指して肝細胞手術が施された。復帰に向けた調教が積まれていたが、7月に屈権炎が再発。8月10日付で競争場登録を抹消し、現役を引退した。現役引退後は種母場として海外からも、 複数のオファーがあったが、バシュの島川隆也が所有するエスティファームでプライベートシボバとなった。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。